声が戻りました。まあそうなんですか。それはそれは大変でしたわね。いえいえ、うちもそうなんですのよ。ええ、それでは娘も戻ってまいりましたので。はい、ではまたその折に。ごめんくださいませ。どちらからですか。会話が弾んでいたようですが。勧誘のお電話よ。あの、そういう電話はすぐわかると言ってませんでしたっけ。ええ、でもほら、少し暇だったからお話ししたくて、1時間以上お話ししちゃった。